ダメこらやめてマラソンで足が動かなくなりましたはい、ということで皆さんおはようございます。昨日の夜にあのマラソンのね結果の動画を載せて、その翌日の朝でございます。で、もう昨日の動画のねコメントがねもう温かすぎて、挑戦してよかったなーなんて思ってたんですけども、まあそのね挑戦の代償にですね、もう私の下半身はもう回復の兆しがないというほど一生痛くて、生活のスピードがもう5分の1でしか進めないくらいですね、本当に足が回復しません。今回の動画、ちょっと待って言うの忘れちゃってたよ。今回の動画はですね、まあ朝の準備をしないといけない、でも今日は予備校に行かないといけないから早く家を出てゆっくり歩いていかないといけないんですね。これ今日は朝の準備をしながら、そのマラソン大会、まあウルトラマラソンのちょっとなんか裏側じゃないけど、まあ、裏側みたいなのをお話できたらなと。なるほど、意味わからん、こいつが来てね、こんな見たことね。で、まあ、足の現状としましては、まあ、走ってた時に痛かった右膝はもうその時と変わらず痛いんですね。で、それをかばうように多分走ってしまってた左の足も負傷してて、で、これは走った次の日の朝に、なんか左の足首らへんからめっちゃ痛いねんけどってなって、これはほんまに前日、その走った当日は一切痛くなかったので、これは痛み止めのせいやったんかアドレナリンのせいやったんかわかんないんですけど、一番ひどいんがその見た目的にひどいんがこっちの足がね一生腫れてるという。私ねこうやってやったらここね、ここがピーって筋出るタイプやったんですけどね、こっちの足がね出ないんですよ。見るからに腫れてません？で、こっちが痛いの、ここが痛いのと、なんかね、こっちが腫れてるんです、めちゃくちゃ。なので、まっすぐ床に足がつけない状況なんですね。で、あの、走ってる時に痛かったハムとか、お尻は、まあまあ筋肉痛って感じ。で、あの、外ももらへん、なんかこの辺とか、もうすごい痛いなっていう感じです。で、そうそう、合計が結局、9時間50分。58秒で、もう消費カロリーすごいなって感じなんですけど、で最初の休憩ポイントで食べたものが確かねバナナ1本食べたりとか、あとめっちゃ楽しみにしてたエクレアねなんかなかったんですよ。これもなんかね、私スタートが5時で、私の100キロの部分は4時半4時45分5時っていう3部門に分かれてるんですね。あのすごい人が多いから、多分5時スタートの人なの、しかも私は多分早い方じゃなかったので結構後ろの方だったので、そのエイドって呼ばれる、まあ休憩地点というか、その食べ物をくれる場所にもう到達した時点で結構ね、もうその食べ物がなくなってる状況だったんですよ。まあなので、もともと発表されてたラインナップのものが全然なかったっていうのはあったんですけども、でもそれに代わるなんか味噌汁が用意してもらえてたりとか、まあね、あの食べ物にはね困ってはなかったんですけど、まあ、私が走った中で一番感動したのはほんまに味噌汁。もうね、これはねすごい染みたっていうか、これ喋るんじゃなくて、用意するって言ったな。でね、私、20キロ行く手前ぐらいのところで、まあトイレに1回行ったんですけども、それ以降70キロのもう自分が終わる70キロ地点まで、実はトイレ1回も行ってなくて、結構水も飲みながら走ってたのに、一切尿意が来なかったという。まあこれは多分汗で全部出てたんですけども、そのおかげでですね、もうね、もう塩分が足りてなかったのか、もう味噌汁とか、うどんの出汁の塩分とかがめちゃくちゃ染みた。あと、マスカットがあって、もうそれも結構感動的な美味しさでしたね。なので、私が補給食で感動したベスト3は、味噌汁、うどん、マスカット。でも、走ってたとこが山梨県だったので、山梨県産のマスカットやったんじゃないかなと。なんか、本場のマスカットみたいなところではあるから、マジで美味しくて、本気で20粒ぐらい食べました。で、まあ、でも、痛みで、でも人って涙出てくると思うんですけど、もうほんまに痛くて痛くて、もう涙がね、出てくるんですよ。でも、その私が一人で走り出した、もう痛みのピークの涙が出るところが、ちょうどめちゃくちゃ観光地だったんですよ。で、外国の方とか、なんかもう観光客の方が、山ほどって、その、前の歩道を走るって感じだったんですけども、そんなさ、なんか走りながらさ泣いてる子とかおったらちょっとえってなるじゃないですか。いや、これは泣いてるとこ見せられへんと思って、なんかわからんけどめっちゃもう涙をこらえながら一人でしょぼくしょぼくれて走るっていうのは50キロ前後の地点でも、ほんまにちょっと歩いちゃうと走り出す時の膝の痛みが半端なくて、だからもう
止まったらあかんっていうのはこういうことなんかっていうのはすごい感じたんやけど、でもそれがもう分かってても止まっちゃうくらい痛かったんですよ。痛かった、もう本当にもう感想としては痛かった。もうなんかね、人のエネルギーの凄さ、人からもらえるエネルギーの凄さをすごい感じた。私の中ではこのウルトラマラソン走ってから人生観が変わったというか、ね、大げさやろと思うけど、なんかもうほんまにそんくらい、なんかもう生きるってすげえみたいな、嘘、生きるってすげえというか人間ってすげえみたいな。鼻水やばい。でね、一人になってからもうウルトラマラソンなんか出やんって思ったんですよ。何これめっちゃしんどいや、無理やってなって、もう出やんって思ったんですよね。でもブーちゃんとコウジさんが私と離れる間際にこう振り返って、また先でなって言われて、なんかねもうね、そこでねこう見えない絆が見えたというか、なんかもうあ、ほんまにすごいなって思ったのは、まあ、みんな誰のどこかも分かんない人たちですよ。走ってる人なんて一回も話したことないし、なんならそのすれ違う一瞬でしか会ってない、なんかやばい、会ってないのにみんなが励まし合うんですよね。それがなんかすごいね、マラソンってこんなに一体感が溢れてる競技なのっていうのはすごい感じて、まあ、全員が全員チームみたいな感じで走ってて、こんな熱い競技あるんって私は思いました。あ、それでね、私は結局第5関門に間に合わなかったので、まあ、リタイアっていう感じになっちゃったんですけども、なんか言おうとしたのに忘れた。第5関門、あれ何の話しようとしてた。なんかそんな長距離走ると内臓疲労、なんかご飯を食べれんくなったりとか内臓疲労を起こしますよって言われてたんですけど、なんかね私ね、内臓はねやっぱりね最強みたいで、内臓だけが最強みたいで、内臓疲労はね一個も今のところない。この後来るのかどうかわかんないんですけど、かつ走りながら結構何でも食べれたので、なんか食べた後ってさ、走ったらなんかめっちゃ痛くなるイメージじゃないですか。なのにそれも一切なくて、もうなんか全てエネルギーになってるような気がして、いやすごいなって感じでしたね。食べ物も、そう、私はこのマラソンをしてね感じたことは、まあ、今言ってた通りなんですけども、なんかこう私今まで筋トレって最高って言ってたし、筋トレが全てやとかわー言ってないけど、まあ筋トレええなって感じで思ってたんですけど、なんかこう走ってみてマラソンって、まあ、私結構何でもすごい超なんかチャレンジ、なんていうの、自分でやったこととかこう行った環境とかをすごい一番いいって思っちゃうタイプなので、まあ、あの説得力があるかどうかわかんないんですけど、でもそのマラソンをチャレンジしてみて、なんかマラソンほどこう気軽に始めれて、なおかつこんなに達成感があって、まあ、達成できなかったんですけどゴールはね、けどこんなにこうなんていうの、達成感があって、なおかつこう一気に一緒に頑張る同士みたいなのが仲間としてできてみたいなのって、マラソンにしかないんじゃないかなってすごい感じたんですよ。まあ、なので私はもうねウルトラマラソンを走ったことでマラソンの魅力になんかこうもうどっぷり使っちゃった感があるんですけども、こう三塚さんとコラボした時にマラソンが広まってほしいっていうのを言ってて、まあその時私はマラソンし始めしたてだったので、そうなんだって思ってたけど、なんかねその気持ちがすごいね今の私でもわかるっていうね、まあ、浅いかもしれないんですけども、これは多分沼になるんやろうなっていうのはすごい感じました。まあ、でもね筋トレも好きなわけですよ。体のラインが変わったりとかする筋トレも好きやから、筋トレとマラソンの両立ってね多分ね体的にはすごい難しいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、でもなんかできるところまでやりたいなっていうのはすごい感じたし、こうやっぱり新しい環境に入ってみるのってこんなにたくさんのものを得れるんやっていうのは感じたので、こうなんかまあ新しいことするのは多分私も含めですけど、まあちょっとさ気が引けるというか、まあ、そんなことない人もいると思うんですけど、でも新しいことを挑戦してみたおかげで絶対関わることのなかった人と関わることができたりとか、絶対友達になられへん世界にいた人たちと友達になれたりとかっていうのが今回あって、なんか新しいことをチャレンジするのって、まあ、自分の自信にもつながるプラス新しい世界の人とつながれるっていう収穫があったりで、今回のチャレンジは結構ほんまに人生において結構トップぐらいのやってよかったなっていうこと
だったので、だからといってマラソン絶対やった方がいいよとかそういうことではないんですけども、まあ、新しいことにチャレンジするのってすごい素敵なことなんじゃないかなって私は思ったので、私はこれからもいろんなことにチャレンジしたいなって思うので、まあね、この動画を見てくれている方の多くはね、まあ、その感情ってすごいある方じゃないのかなって思ってるんですよ。チャレンジしてみたいとかチャレンジしたことあるとかだと思うんですけども、まあまあまあちょっとさ、もうね、これからの私の嫌なこととしてはほんまにこの足いつ治るん、まあ、そんな感じでですね、今回の経験はすごい楽しい、まあちょっと悔しい経験になりました。まあでもあなたの本職は今はとりあえずは薬学生ですよって言われるのもあると思うんですけど、おっしゃる通りです。まあそこもねしっかり今年で決めれるようにですね、来年の4月ですか、まあ卒業もして国家試験も合格した上でウルトラマラソンに挑戦するなんて言えるようになってるはずなので、来年を楽しみに今やらないといけないことをやりつつ、でも自分の気になるやってみたいことにはチャレンジしつつですね、生きていきたいと思います。今から倍ぐらいの時間をかけて予備校に向かいたいと思います。